マイカップオブティー。この番組はなんとなくに向き合おうをテーマに、ポッドキャスト歴17年目のポトフがお送りするスローなポッドキャストです。はい、ということでこんにちは、ポトフです。えー、マイカップオブティー。ちょっと時間が空きましたが、今回準備期間を経てですね、シーズン3となっております。今回シーズン3のエピソード1としてお送りいたします。で、今回ですね、 リニューアルするにあたってテーマとしてですね先ほども挙げましたスローなポッドキャストというのをテーマにしてやっていこうかなと思っていますえー、まあスローなと言ってもまあゆっくり喋るまあちょっとね今までよりもゆっくり喋りたいなっていうのはちょっとあるんですけども、まあ、ゆっくり喋るとかそういう意味ではなく、えー、スロージャーナリズムっていう言葉があるんですね、うん、そのスロージャーナリズム を目指していきたいなというところで、スローなポッドキャストと。で、今回アートワークも変えまして、アートワークにもスローポッドキャストというふうに入れてますが、まあ、のんびりやりましょうという感じでですね、思っていますが、今回はですね、まあ、ちょっとテーマとしては、その、スロージャーナリズムというのを今回取り上げていこうかなと思っています。 で、まあ、この番組スローということなんですけども、まあ、情報に溢れ、忙しい日常の中で、少しスピードを緩めて、心地よいもの、気になったものと、ちゃんと向き合って調べていくことで、生活をほんの少しに豊かにしていこうという情報バラエティ番組となっております。まあ、これはちょっと自分への今しめ的なところもあるんですけども、どうも日々忙しいところがあってですね、あなんかいいなと思ったものを、ついついそのまま、 見過ごすというか、ね、あの、なんとなく忘れてしまっていくところがあるんですが、まあ、ちょっと向き合って、ちゃんと調べて、ポッドキャストで話していく中で、えー、自分自身の生活を少し豊かにするのと聞いてる方にも、少しためになるものがお送りできればいいかなというふうにですね、思っておりますね。で、シーズン2とな何が変わったかっていうとですね、まぁ、あ、ちょっとその、 コンセプト的なところはですね、あんまり明確にはしてなくてですね、シーズン2の時はですね。まあどちらかというと、えー、FM ラジオっぽい音楽も結構多めに流して、しかもちょっとね、初めてああいう1時間とか2時間とか長いポッドキャストをやってたので、まあ日々の中で、なんとなく聞き流せるようなものをというような形をですね、取っていたんですけども、まあある意味聞き流しちゃダメかなと。 <laughs> ちゃんとためになる情報をお届けしなきゃダメかなというところと、若干その、ポッドキャストの父、アダム・カリリのですね、えー、ノーアジェンダ。まあ、もともとはデイリーソースコードっていう番組ですけども、を意識したテンション高めの <laughs>、アダム・カリ,リはね、もともと MTD の DJ、ビデオジョッキーかな。 やってたんで、テンション高めの <laughs> を目指してたんですが、もうちょっとテンション高めに疲れたというか、えー、まあちょっともうちょっとのんびりやろうということで、えー、なので喋りもちょっと抑え気味と、実は声の等もう少し落としております。まあどちらかというと、ミニマイカップオブティーの方でやっていたテンションなんですけども、そんな形でやっております。で、この、えー、シーズン3としますけども、同時にミニマイカップオブティーも えー、シーズン2が500回となりましたので、シーズン3としていこうかなと思ってます。で、ちょっとね、シーズン2の最後の方からやってましたが、それまでね、なんか、10分前後みたいな形で話してたんですけど、まあ5分から10分ぐらい話してたかな。えー、3分、<laughs> 3分に収めようという形で配信してます。3分以内と決めてたんですが、まあまあ3分ジャスト、ギリギリまで喋ってますね。まあなので、毎日3分話す。 ミニマイカップオブティー、えー、シーズン3ではですね、毎日3分話すミニマイカップオブティーと、このメインのマイカップオブティーをお届けしたいと思うんですけども、このマイカップオブティーもちょっと初めてなんですけども、週1配信をチャレンジしてみようかなと思ってます。えー、もちろん飛んでしまう場合あると思います。<laughs> あと、特別編も収録するとかいうのももしかしたらあるかもしれないです。ないと思いますけどね。はい。週一に配信しようと思いまして、ちょうど今日、水曜日なので、毎週水曜日、配信を目指していこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。まあ、時間としてはそうですね、朝7時ぐらいに配信できればいいかなと思ってますね。 はい。それとですね、えー、まあ、ザ・ポッドキャスターという番組もちょっと作ってたんですよ。まあ自分自身、ポッドキャスターという自覚を持ちつつ、<laughs> ポッドキャスト17年目やってるからさ、あ、17年目か。17年目だからさ、まあ、ポッドキャスターと、堂々と名乗ってもいいだろうというところと、他のポッドキャスターさんとのコラボなんかを配信しようと思っていてやっていたザ・ポッドキャスターあったんですけども、こっちも、 名前を変えます。マイカップオブティプラスとします。まあ実は、ほら、なんか最近、なんとかプラスって言ってサブスクリプションとかあるでしょ実はね、あのー、サブスクリプション形式になっていて、有料、まあパトレオンで支援した方しか聞けないコンテンツはちょこっとあったんですよ。まあほぼほぼ無料で出してますけどね。まあその辺で、えー、まあプラスとして、 まあそういう有料サービスも一応ありよというところでやっておりますが、まあこれあのー、ただですね、アップルポッドキャストであったり、スポティファイがね、サブスクリプションを始めるというような、いう話をしてます。まあただね、ちょっとね、アップルも動きが遅くて、もうそっちに全面的にかけていくっていうのがリスクがあるなと。で、スポティファイはスポティファイで使いぶ使いにくい部分もあるので、 そのマイカポプオブティプラスがですね、え、A キャストというサービスを使ってまして、まあそこですでにですね、え、限定コンテンツ出してるので、そこをメインとして、Apple Podcast と Spotify は出張所みたいな形でやっていこうかなと。まあなんだかんだ自前でちゃんと持ってた方が、いいような気がして、そんな形でやっていこうかなと思います。なので、マイカップブティ、そして右マイカップブティ、 そしてマイカップグティープラスというですね、ちょっと名前揃えました。やっていこうかなと、はい、思っております。<music> はい、ということで、今回ですね、えー、リニューアルにあたってコンセプトとして考えていたスロー、えー、スローなポッドキャスト。まあ、これの、えー、元ととなっているスロージャーナリズムというものをちょっとですね、ご紹介したいなと思っております。で、シーズン3では、 えー、曲の方はですね、以、え、前、ー、よりはちょっと少なめにしようかと思っておりますが、一曲二曲は流していこうかなと思っていまして、えー、まず一曲、曲の方を流してみようと思います、えー。曲の方は、またいつも通り、ジャメンドゥの方から、えー、選んできておりますが、なので、クリエイティブコモンズライセンスの楽曲になっております。クリエイティブコモンズライセンスについてもね、ちゃんと話したいなと改めて、まあ、 これはもう本当に16年前からずっと取り上げていますが、ね、クリエイティブコモンズライセンス流していこうかな。なので、最初の頃とかも、カテゴリーを音楽、ミュージックにしてたんですけども。<laughs> なかなかそれも難しくてですね、まあ別に自分の曲じゃないです,ですからね、ただ発表、ただ紹介するだけなので、紹介っていう紹介もちゃんとしてなく流してるだけだったところもあったので、まあちょっとね、今回から曲数は減らしますが、曲の紹介はちゃんとしようかなと。 いうところもありますが、引き続きクリエイティブコモンズライセンスの曲を流していこうと思っておりますね。はい。で、このポッドキャストマイカップオブティーはですね、えー、チャプター機能というものに対応しております。えー、アップルポッドキャストあるいはグーグルポッドキャストあたりでは、えー、実装されています。えー、目次機能ですね、ポッドキャストの。アップルポッドキャストであれば、えー、再生の、エピソード再生のページで少しスクロールしていくと、 えー、チャプターというのが出てくると思うので、飛ばして、まあ、曲を飛ばしたり、えー、頭出ししたり、後から曲を聴きたかったらそこだけ聴いたりというのもできますし、ね、えー、と、まあ、今、今、曲いんだ、話し続け聞かせろみたいな時は飛ばしていただければな、というところがあります。で、えー、と、Spotify はですね、対応していないんですが、えー、Google Podcast の概要欄にタイムコードが書いてあるので、えー、飛ばすことができます。 その他ですね、サードパーティーのアプリ、ポケットキャストであったり、オーバーキャスト、それとブレーカーあたりもチャプター機能を対応してまして、特にポケットキャスト、オーバーキャストの方はですね、チャプターごとにリンクが埋め込むことができております。なので曲を流したときですね、その曲のアートワークがチャプターとして出てくるんですけども、 リンクも同時に埋め込まれておりまして、アートワークとともにタップすると、そのジャメンドゥーの配布されているページに飛ぶことができます。そこでダウンロードもすることができますので、曲が気に入った場合、えー、そのチャプターの方で見ていただけるといいかなと思うんですけども、何分アップルポッドキャストグーグルポッドキャストなどで対応してないので、ちょっと利用できる方がどれほどいるかわかりませんが、 ポケットギャス、オーバーキャストあたりを利用している方はぜひその辺も利用してください。ということで曲の方を紹介したいと思います。えー、曲の方がですね、ザ・セーム・パーソンズというアーティストなんですけども、セ、えーム・パ、えーソンズ、これはロシアのデュオ、二人組のデュオですね。二人組のデュオなんですが、どうやら双子のようでですね、なのでセーム・パーソンズなのかなっていう感じですね。 で今日紹介する曲は「ダンスウィズミーという曲になるんですけどもフューチャーバイブスとアメージングなボーカルパーティーがミックスされた曲ということでえ紹介されておりますでは聴いてもらいましょうザ・センパーソンズで「ダンス WithMe」「ダンス WithMe」 But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know, girl. You are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me, kick it with the homies, let go of your worries. You should dance with me. 聞いていただいておりますのは、ロシアのエレクトリックデュオ、セームパーソンズでダンスウィズミーです。はい、ぜひですね、あの、このアーティストのジャメンドゥのアーティストページに行っていただけるですね、あの、デュオ、二人のですね、えー、写真が載っております。確かに顔似てるというか、そっくりですね、と。 <laughs> けどよく自分たちでセームパーソンズって名前つけるよねと思いながらですが、はい、ロシアのアーティストでした。はい、ということで今回紹介しようと思っておりますスロージャーナリズムなんですが、えー、聞いたことありますかね、まあ、スロージャーナリズム、あるいはスローメディアなんていう言い方もしますが、えー、今のメディアですね。えー、まあテレビであったり、まあラジオを聞いてる人はそんなにいないかな。 あの、ラジオも、いわゆるね、あの、オールネットニッポンとか、そういうのではなくて、報道という意味でね、えー、まあまあ、主にテレビですけども、あとはネットニュースなんかも、ね、あるんですけども、最近のメディア、最近じゃないな、以前から言われてることですけども、どうですかジャーナリズム。<laughs> この言葉ね、あの、実はあの、スローライフ。 とか、スローフードとかいうのがね、言葉としてあるんですが、その流れの一つです。うん、で、スローライフよりも実はスローフードの方が先に出てきてるんだよね。うん、スローフードが最初に出て話題になってですね。えー、まあ、それから、えー、拡大解釈していって、生活全般をもうちょっと見直そうっていう動きの中からスローライフっていうね、えー、まあ、ムーブメントっていうのかな。はい、出てきておりますが、 えー、スロージャーナリズムもですね、その流れの一つですが、スロージャーナリズムは、ポッドキャストに向いているということを思っていて、ちょっといろんなとこで話したりもしているんですけども、えー、やっぱりこう、ずっとポッドキャストやっているのでいろいろ考えるんですけども、えー、まあ、それこそよくね、比較されるのが、YouTube とかの動画ですよ。ね。 で、収益化のことも含めてね、やっぱ動画の方が収益上げやすいというところで、ね、YouTube の方に行ったりすることが多いかと思うんですけども、やっぱね、あの、一般から見ても YouTuber とかいうのはよく聞くけど、ポッドキャスターっていうのはあまり聞かないし、職業として見られていない。まあもちろんそんなポッドキャスターで生計成り立っている方は日本には多分いないと思うんだけどね。 純粋なポッドキャスターとしてはね。海外ではね、もちろんアメリカの方ではいたり、ジョー・ローガンというのが有名な方ですね。スポティファイと独占契約しておりますが、あと中国なんかでも、ポッドキャストではないんですけども、音声配信ソフトなんかを使って、えー、そこで収益を開けて、席を立てているリストも出てきています。何年か前からね。まあそういう中で、ポッドキャストならではの表現って何なんだろうと。 いうところはね、考えたりするんですけども、あの、やっぱり新規というか新しい方から見つけてもらうっていうのは、すごく音声って不利ですよね。見つけてもらいにくいコンテンツになっているかなと。まあ、最近はようやく Google で検索されやすくなったりはしてきていますけども、やっぱりあの、テキストであったり、 動画であったりに比べると探してもらいにくい。うまく SNS を活用しないと探してもらいにくいものかなと思います。まあ、新しく見つけてもらうっていうことで言えば、やっぱりテキストが一番ですよね。うん、テキストが一番見つけてもらいやすい。で、動画は動画でビジュアルでパッとまず見えるんで、まあ、インパクトがありますよね。あの、検索結果でも、 動画のサムネイルが出てるのと出てないのだと、やっぱりクリック率が変わるって言われているので、やっぱりこうビジュアルに訴えるものがあるので、あの、まあ、目に留まりやすいっていうところはあるんですよ。で、最近だと、まあ、Google でもですね、キーワードプラス、ポッドキャストで検索すると、えー、アートワークが出てきたりっていうことが出るので、以前に比べたら、 よくはなってるけど、まあ、ただそれで検索して出てくるのが3つぐらい、エピソードが3つぐらい出てくるぐらいなので、なかなかそこでね、出てく、自分のを見つけてもらうっていうのは難しいところがありますね。で、じゃあ、ポッドキャストってどういうのが向いてんだろうっていうところは、やっぱり思うんですよ。で、その、まあ、いわゆるですね、えー、まあ、これはマーケティングの話にもなるんですけども、自分が、えー、商売をしていて、えー、お客さんから、 ね、あのまず見つけてもらう新規で見つけてもらう、えー、潜在顧客っていうねあの目に見えてないあの分からない見えないけども将来的にお客様になる可能性がある人っていうのを潜在顧客っていうんですねその潜在顧客を目に見える形分かる形にする顕在化するっていうんですけども「顕在顧客」に変えていくっていうところがまず一つあるんですねその時にまあお問い合わせをもらうすると誰かって分かるから顕在化するんですね なので、潜在顧客からコンタクトを取ってもらって、健在化した上で、そこで顧客になってもらって、えー、ファンになって、有料顧客になっていくっていうのが流れがあるんですね。で、音声コンテンツ、ポッドキャストの場合、その最初の潜在顧客、また、あ、新規顧客を見つけてくるっていうのはすごく苦手かなと。やっぱテキストにはかなわない。 と思いますで動画のインパクトにもかなわなわいいと思いますそれよりは一度問い合わせをした人ねあのお客さんにはなってないけども一度コンタクトを取ってもらって例えばメルマガを購読するみたいな人興味ありますよっていうことを意思表明した人を継続的にコンタクトを取ってお客様になってもらうあるいは一度お客様になっている方が継続的にコンタクトを取ってさらにファンになってもらう。 この部分が実は、ポッドキャストは強いんですね。ポッドキャストって、やっぱり、あの、一回こっきりのコンテンツじゃないんで、定期的に、まあ、不定期もありますけども、継続して情報を発信する。で、動画に比べて、長い時間聞いてもらう率が高い。まあ、比較してですよ。もちろん人によって違いますよ。ただ、動画に比べて、長時間聞きやすい。ながら聞きもしやすいので、何かしながら聞きやすい。 動画のようにずっと目を奪うことはない。まあ動画も音だけ上げたら別ですよ。まあ比較的ね、動画に比べて長く聞きやすい。で、親近感を持ちやすいというのもあるんですね。これはね、うん、と動画ってやっぱり目で見るっていうところで距離があるんです。例えば音声の場合。 まあ家でスピーカー流してたら別けども、例えばイヤホンで聞いてる人も多いじゃないですか。すると近いところから声が聞こえる動画とかで、目を使うメディアよりも近いところから音が聞こえるっていうのもあるし、やっぱり昔からラジオもあるけど、えっ、ー、と変にビジュアルが見えないので、勝手に聞く方がいいように捉えるんですね。継続して聞いてると。 あの、単純接触の法則っていうのがあるんですけども、人は接触が多ければ多いほど好感をもと、持つっていう、えー、傾向があるので、ずっと聞いてる定期、まあ定期的にね、毎週とかもしやってたら、ずっと毎週毎週聞いてて、接触が増えていくと、やっぱり好感を持ちやすくなるんですね。で、交を持つので、美化していきやすくなるんですよ。しかも、 顔が見えなかったりするので、まあどっかで見たとしても毎回毎回見えなかったりするので、情報が足りないだけにね、聞く方が補うんですけども、いい風に補うんですよ。なんで結構ラジオのパーソナリティを美化することってないですか昔からね、あのラジオ聞いてる人はわかると思うんですけども、なんか聞いてるリスナーとしてはすごい親近感を持つ。 テレビに出ているタレントよりも、ラジオの方が、ラジオの方が親近感を持つってことは、経験はある人も多いと思うんですけども、やっぱりそういう効果があるのと、発信側もですね、変にこう喋ってる時って、顔が見えないので、ぶっちゃけやすい。<laughs> 本当は、残ったりするんで、ポッドキャストはね、後あ々とあと。ラジオは特にね、その場だけっていうノリがあるので、 まあ今ラジコとかもあるけど、昔のラジオは本当に録音しない限りその場だけっていう感じだったりするので、なんか本音を言いやすかったりするんですよね。うん。まあその流れもあって、ポッドキャストも、あの、そう、今ね、ライブでリアルタイムっていうやりとりもあるけど、クラブハウスとか、まあツイキャストとかもそうだけど、リアルで、リアルタイムで配信するっていうのもあるけど、ポッドキャストの場合特に収録の場合が多いじゃないですか。まあ収録じゃないですか、基本は。すると、 やっぱりそこでね、相手の顔が見えない。見えないから、リアルタイムのリアクションはないっていうデメリットもあるんでけ、ですけど、見えないからこそ本音を言いやすいっていうところもあって、その聞き手、そして発信者、両方ともですね、なんかね、その親近感を持ちやすい、ぶっちゃけやすい、生の声を言いやすいっていうところがあると思うんですね。でなので、その、やっぱり、 興味をを持っっってててくれた方をファンになっていってもらうそのコミュニケーションをとってファンになっていってもらうっていうところはすごく得意な媒体だと思うんですよ音声コンテンツね。でじゃあそういうコンテンツでどういうのができるのかっていうところなんですけどもいわゆる一般的なメディアの問題点があってまあこれはもちろん 広告収入とかで成り立っている YouTube とかにも現れるし、えー、スポンサーから成り立っているテレビとかラジオとかも成り立つんですけども、情報って、やっぱり、えっ、ー、と、新しい情報、センセーショナルな情報、ショッキングな情報とかですね、えー、すごく世間で今話題になっている情報っていうのがやっぱり見つけられやすい、見られやすいじゃないですか。やっぱりそういう広告とかスポンサーで成り立っている媒体は、 数を集める必要がありますよね。広告としてだったら広告媒体としての価値を上げなきゃいけないですし、YouTube とかだったと再生数、チャンネル登録者数を増やす、数を増やすっていうことがやっぱり必要になってくるので、あの、どうしてもですね、そういう速報性を求めたりとか、すごくセンシセーショナルな事件を取り扱ったり、話題になっているものを取り上げたり、 で、もちろんそういうものを取り上げた方が数字が伸びるのは確かなんですよ。ね。ただ、それによって一方で、どうしてもやっぱりあの、新しいもの、新しいものって追い求めていくので、以前の古い情報を継続的に追いかけるってことをしにくいっていうのが、やっぱりね、あの事件とかで取り上げられた時に、最初は話題になるけど、すぐ忘れていくよねっていうのが感じたことあったりすると思うんですけど、結構そういう傾向にありますし、 逆に、速さを求めるので、間違いっていうのも出てきやすいんですよね。うん。で、これが、えー、まあ、フェイクニュース。ね。事実チェックをちゃんとしないフェイクニュースなんてのも話題になったりもしましたけども、やっぱりフェイクニュースもー引っかかりやすいし、デマも飛ばしやすいみたいなね。えー、問題点があります。で、スロージャーナリズムっていうのはそうじゃなくって、ちゃんと えっと、スピードを第一優先にするんじゃなくって、ちゃんとファクトチェック、事実チェックをしてからやっていこうっていうのがですね。えー、まあ、ちょっと、イギリスの BBC、公共放送ですね。とかでもスロージャーナリズムっていうのを掲げて、えー、時間がかかってもいいから、ちゃんとした正確な情報を調べて届けようっていうことをスローガンにしたりとか。まあいわゆる、どっちかといえば、いや、どっちも大切なんですよ。早い情報っていうのも大切ですけども、 今のメディアって、その早い情報ばっかがメインになってないかと。うん。スピードを求めてる情報ばかりじゃないかと。そうじゃなくて、ちゃんとそれが正しいかどうかを調べた情報っていうのも必要じゃないか。しかも、その最初だけじゃなくって、ずっとそれを追いかけていって、正しく伝える、その経過を伝えるってことが必要じゃないか。っていうのが、スロージャーナリズムなんですよ。で、 ポッドキャストって、ある意味、速報性や収録だし、速報性も弱いし、見つけてもらいにくい。そして、まあ、今ちょっと変わってきたけども、変な話、収益がそんな上がるわけじゃないから、むちゃくちゃ数を集める、数に頼るっていうよりも、もうちょっと独自な情報、ユニークな情報を出していった方がいいんじゃないか。 速さを求めて数字を求めた情報よりもじっくり調べてじっくり聞いてもらうっていうものの方がいいんじゃないかっていう話がねあるなぁと思っていて、えー、そんなことを思っている中でというかまあその証明になったのがアメリカの方でですねポッドキャストっていうのが、えー、一時期そう2005年6年 まあ生まれたのは2004年なんだけどね。2004年に登場したポッドキャストが2005年、2006年とかでダーッと盛り上がったけども、徐々に徐々に YouTube とかね、その後出てきて、えっ、ー、と動画に話題を持っていかれて、日本だけじゃなくてアメリカとかでもどん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 話題がなくなっていったんですよ。それが再燃したのが2014年にリリースされた、えー、シリアルっていうポッドキャストなんですね。 で、このシリアルというポッドキャストが週一で、えー、配信していて、クリスマスの時期に一周お休みしたんですよ。まあ、これはあの、予定通りなんですけども、えー、クリスマスの時期なんで、まあ、スタッフもね、休みたいだろうし、一周休んだら、なんで今週は休みなんだ、みたいなことが、ツイッターで話題になってバズったというね、経緯があります。で、 そこでバズってね、ぐーんとですね、話題になったんですよ。で、そのシリアルっていうポッドキャストはスポンサーもついてましたんで、まあもちろんスポンサーも喜びますよね。で、ある意味成功だったんですけども、それを見て、離れていった企業たちがですね、あ、もしかしてまだなんかできるのかって言って、まあ特にアメリカは資本主義なんで、現金なものですよ。話題になったら急に企業がまた戻ってきたり、 新たに参入する企業がいたりっていうところがあって、経済が動き出して、どん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 また増えていって、その2005年、2006年のピークをもうすでにとっくりに抜かしているというような状況なんですね。日本はまだね、そこまでじゃないけど、この何、まあ1、2年ようやくみたいなところはあるかなというところです。で、そのシリアルっていう番組なんですけども、 どういう番組だったかというと、えっ、ー、と、シーズン1がその2014年に発表されて、今シーズン2、シーズン3まであるのかなうん。で、シーズン1が終わった後に、えー、クラウドファンディングを行って、シーズン2を作りたいんだと。 いうことで集めたらあっという間に集まってですね、シーズン2、そしてシーズン3まで作ることができたっていうもので、えー、シーズンごとに取り上げている内容は違うんですけども、えー、シーズン1はですね、特にその話題になったシーズン1はですね、えー、実際にあった事件を追いかけた、えー、ポッドキャストです。で、 えー、これは何年の時点かな ?2016 年だから2年後の情報ですが、そ,れでその時点で、えー、約8000万回のダウンロードを記録して、放送会のピューリッツァ賞、えー、本当はピューリッツァ賞は何だっけ新聞とかそういうやつかな、うん、の放送会のピューリッツァ賞といわれるピーボディアワードというのを受賞したポッドキャストです。すごくないですかなんかね <laughs>。がシリアルなんですけども。 どういう番組かというと、えっ、ー、と、それがジャーナリズムな番組でですね、そもそもですね、JIS アメリカンライフっていうラジオ番組がですね、ありまして、まあそれポッドキャストもやってるんですけども、その実 i s アメリカンライフのスピンオフ企画だったんですよ。確か3人ぐらい、その JIS アメリカンライフの制作にも変わった中で3人ぐらいの人がですね、えー、まあ、スピンオフとしてちょっと違う番組をやっていこうと。で、JIS アメリカンライフが、 一話完結スタイルを取った番組だったんですけども、シリアルでは一話完結ではなくって、まあ、11から12エピソードで1シーズンとして、えー、そのシーズン、1シーズンでテーマ、一つのテーマを取り上げていこうと。で、毎週毎週発表していこうと。で、その時に、どちらかというと、テレビドラマのような作り方を、えー、若干意識して、えー、徐々に盛り上げていって、続きは次週みたいな感じの、 これ、クリフハンガーっていう手法なんですけども、を用いて、ドラマ仕立てなんだけど、内容としては徹底的な取材であったり、実際にインタビュー。で、そのシリアルで取り上げた事件、シーズン1で取り上げた事件は、1999年、ポッドキャスト自体は2014年なんですけども、事件としては1999年に起きた、えー、女子高生の殺害事件、アメリカのメリーランド州で起きた女子高生殺害事件を、 取り上げている番組でハーミン・リーさんっていう女性ですね女子高生の殺害事件で、えー、容疑者が元恋人の高校生だったんですねアドナン・サイドというのが容疑者として、えー、捕まりまして、えー、翌2000年に有罪判決が下りましたとで有罪判決で、えー、終身刑プラス30年の刑みたいな感じで捕まって おりますなんでですかね終身刑と30年の刑って同時に成り立つっていうのを知らなかったんですけど、まあ、そんな形で、えー、殺害したということで有罪判決になってしまったアドナン・サイドこれが後からですね、えー、実は冤罪事件なななんじゃいいかという話題になりました、えー、特に裁判で最初に弁護に就いた弁護士がかなり、えー、有利になる。 無罪を証明するような証拠を出していなかったと。わざと出さなかったんじゃないかみたいな形もあってですね、えー、非常に、えー、話題になってはいたんですけども、それを取り上げて、実際にそのアドナンスサイドにインタビューしたりとか、関係者にインタビュー、取材をしてっていう結構ガチなジャーナリズムな番組で、それをドラマ仕立てで、 えー、シーズン1は全12エピソードで、えー、追いかけていったということで、これがその話題になったのでね、実は世間を動かして、再、え、審、ー、請求が実はですね、通りまして、えー、そのアドナン・サイド容疑者がですね、まあ容疑者というかもう有罪判決を受けていましたけれども、再、え、審、ー、することに実はなったんですよ。まあただですね、実は再審はしたんですけども、 えー、あっさり却下されてですね、えー、まだ今も捕まっているという状況なんですけども、ただ、ポッドキャストが、えー、司法を動かしたみたいなところで結構な話題になりました。で、これ自体、スロージャーナリズムなんですよ。その女子高生がですね、えー、韓国系のアメリカ人で、えー、このアドナンサイードも、えーまあ、名前からわかるかもしれませんけども、イスラム系なんですね。 なんでその結構ね人種差別的なところも話題になりつつこれがねだけどねシリアルをきっかけにあこれを見ると、えー、そう最新の請求があったのは2017年なのでもうアドナンサイドもですね37歳になっていまして18年拘束された後なので37歳だったんですけども、えー、2017年に最新のそのチャンスがありましたが。 あこの時で1億7500万回ね、シーズンンダウンロードされていまして、えー、なんとそのシリアルのリスナーから、えー、資金支援もですね、集まっていい弁護士をつけようみたいな話だったりね。で、この話も HBO ドキュメンタリーとして映像化もされたりみたいな形でですね、すごく話題になったんですよ。やっぱり人種が えー、韓国系の、ね、女子高生の殺人事件で、えー、イスラム系のアドナンサイドなので、やっぱり軽く見られたんじゃないかみたいなとこもあったりね。まあ、そこで世間、えー、を動かしたっていうところで、ポッドキャストを話題になりました。えー、で、これがその事件があったとき、まあ、やっぱりね、 女子高生を元恋人の女、高校生が殺害したっていうショッキングな事件なので、話題にはなったけど、既存のメディアはね、やっぱり最初グわーって追いかけて、ね、で、こ、ね、その国籍のこともあるので、世界的にも話題にはなったけども、やっぱどんどん忘れられていく。けど怪しいんじゃないっていう話題になったけども、なんとなく過ぎていくじゃないですか。えー、そこにスポットを当てたのがシリアルで、 えちゃんともっと警察よりも綿密なんじゃないかみたいな取材をしながら全12回で届けていくっていうね、えー、内容。これがポッドキャストに向いているんじゃないかなと思うんですよ。で、その他ですね、えっ、ー、と、このシリアルのスポンサーだったのが、 えっと、メールチンプっていうですね、えー、ウェブサービスの会社でした、えーで。メールチンプっていうのはですね、知ってる方もいるかもしれませんけども、えー、メール配信をするサービスなんですね。えー、いわゆるメルマガ配信みたいな、えー、ウェブで簡単にできるサービスなんですけども、えー、結構ね、そのメールチンプはいくつかの番組にスポンサーとしてやってました。で、まあ、ウェブサービスなので、そのウェブのポッドキャスト、 に広告出すのは非常にね、効果もあったし、ええー、良かったんですけども、そこから年々ですね、実は広告を減らしていってます。メールチンプは。で、それは、ええー、じゃあ、ポッドキャストに広告効果がないから減らしていってるのかっていうと、実は逆で、思いのほか効果があるので、CM として出向するんじゃなくって、自分たちで作ろうと。 実は制作プロダクションを作ってしまって会社の中に自分たちでポッドキャスト自体を作るようになっていったんですね。これを自社のブランドを体現するコンテンツを作っていくっていうものでブランデッドコンテンツと呼ばれていて自分の商品とかですね会社のブランド力を高めるためにそのブランドを表現したコンテンツを作るっていうのがですねあっても本当に押し付けがましい CM ね。番組の途中に邪魔になって入ってくる CM じゃなくって、もうそのブランドメッセージを伝えるためのコンテンツを作るっていうのが、非常に今の時代に合っているんじゃないかっていうのも含め、で、ポッドキャストはそういうのに向いているんじゃないかっていうところがあってですね、このブランドを、もう、なんでしょうね。時間をかけてメッセージとして発信していく。これもやっぱりスローなとこですね。スローな、えっ、ー、と、PR みたいなところがあります。なので、 結構、ポッドキャストが向いているのは、えー、そういうニュース性とかですね、えーまあ、速報性とかですね、話題性を追いかけるんじゃなくって、普遍的なものであったり、えー、これはじっくり長く調べた方がいいんじゃないだろうか、あるいは教育コンテンツですよね、例えば動画とかって、長時間見るのが、えー、大変じゃないですか。ねでまあ、ただ ビジュアル的に見せた方が分かりやすいコンテンツもあると思うんですけども、長い時間聞くだけでいいっていうものもあるじゃないですか。そういう意味で教育系コンテンツとかもやっぱり、ポッドキャスターは得意で、やっぱその、なんだろうね、手軽に簡単に手に入れる情報ではなくって、じっくり手に入れる情報であったり、えー、じっくり追いかけていくような情報を継続的に、えー、配信していくっていうのに向いているんじゃないかなと。 で、それこそがスロージャーナリズムというもので、速報性を求めて、えー、まあ、話題性であったり、センセーションな話題を取り上げていくっていうようなものが、いわゆるファストですね。素早いニュース、素早いジャーナリズムとの対局であるというような形で、これがいわゆるスローフード、ファストフードと同じような構図ですね。えー、まあ、非常にこの辺がですね、前々から ポッドキャストで何ができるのか。<laughs> ポッドキャストならではのことの方がいいじゃないですか。どうせやるなら。で、スロージャーナリズムとか向いてんだろうなぁと思いながら、まあなんとなくね、はい。あの、そんな話はしながら、なかなかできていなかったんですけども、実際このマイクアップオブティでやっていこうかなぁと思っていまして、はい。そんなことを思っております。まあその前にそのと、 ね、そのスローフード、そもそもその辺ってなんだよっていう話もちょっとしたいと思うんですけども、えー、ここでもう一曲、曲を流そうかなと思っています。で、先ほども言いましたけども、チャプター機能を対応してますので、えー、飛ばしてもらっても結構です。はい、あとちょっと一休みしていただければなというところですけども、えー、次はですね、ドイツのアーティスト、えー、マットピックスプロジェクトというアーティストです。えー、ドイツのアーティストで、えっ、ー、と、これね、ジャメンドゥで、 曲のアートワークを見るとですね、今回流すのが Do You Ever Feel s o r r y という曲流そうと思うんですけど、あのジャケットがですね、あのバンクシー、ね、バンクシーの,あの少女と風船っていう絵かな、結構代表的な赤い風船、ハート型かなハート型の赤い風船を持っている少女の絵がジャケットになってます。<laughs> ね、なので、じゃあ面倒の方を見ていただければなと思いますが、 えー、その曲を流したいと思いますマッドピックスプロジェクトで Do you ever feel sorry? アトピッククスプロジェでで Do you sorry? ever feel sorry? という曲ですこの曲はですね2020年の年末に発表された曲なんですけども発表の時のですねアーティストからのメッセージで「えー、親愛なる皆さん奇妙な一年が終わろうとしています」「皆さんが元気に過ごしていることを願っています」「これ以上、えー、COVID のことで言いたいことはありません」ただ 私の曲を聴いてくれる皆さんに感謝の気持ちを伝えたいですということで発表された曲です。あの、バンクシーの、えー、少女と風船ね、この風船が希望を表しているとも言われているので、まあそういう意味でね、希望をこうね、求めてみたいな意味合いがあるのかなと思いますけども、そういえば、えー、このバンクシー、今名古屋でバンクシー展がやっていて、行けてないんですけど行きたいなと思っていて、 確か5月末までだった気がする。俺、こういうの弱いんだよな。また忘れそうな気がするなと思ってますが、バンクシー展やってるんでね。はい。見た方いますかなんか、いいなと思ってて。で、なんかね、展示内容が変わったりしてるらしくって途中でね。<laughs> まあ、その前も見に行ってないからなんだけど、えー、名古屋の金山のボストン美術館で確か今、バンクシー展がやっているはずですと。あと、このマッドピック プロジェクトなんですけども一人のユニットかなけどいろんなボーカルの方をね迎えているようで、えー、歌い手募集中なようです <laughs> ご興味のある方はぜひ応募してみてくださいピッ <music> はい。ということで、スロージャーナリズムというものを紹介してます、えー。ポッドキャストに向いているんじゃないかということで紹介していますが、その、もともとの話があったスローフードですよね。まあ、スローライフといかいろいろありますけども、まあ、スローライフというのが何かというと、えー、まあ、これはね、生活様式に関する思想の一つと言われていて、まあ、なんでしょう。もうちょっと丁寧な暮らしをしようとか。 そのせかせかしたせ生活じゃなくってやっぱり丁寧にじっくりねあの料理とかもパパッと買ってきてじゃなくって一から作ってみようみたいな話があります、えー、ただでねあのー、まあ人によって言い方が変わってさ、うん、全部が全部スローじゃなくていいと、ね、やっぱり忙しい時もあるけどスローなねじっくり取り組むものを取り組みましょうとその生活にメリハリをつけましょうって言ってる人もいますね なので私も、その、ね、普段が忙しかったりするからですね、やっぱりどうしても仕事も忙しいし、なかなかじっくりねあの、考える時間もなかったりするので、このポッドキャストではスローな気持ちでやっていこうという意味合いもあったりしますね。ただこのスローライフ、ね、ウィキペディアの方にも書いてありますが、厳密に定義された言葉ではなく、 曖昧なイメージを伴って、恣意的に解釈、使用されるから注意が必要と言われてます。なので、えー、言う人が都合よく <laughs> 言うことがあるので、えー、結構注意が必要かな、というところはあります。で、スローライフっていう言葉自体はですね、えー、2001年頃から使われていたりするようなんですけども、えー、2005年かなえー、スローの進め、 という形で、カール・オノレーっていう方がですね、あの、テッドで、えー、発表していたりしました。で、スローライフ入門っていう本を書いていたりします。2005年ですね。そのぐらいから話題になっているようですね。はい。で、先ほども言ったように、このスローライフという言葉よりも、実はスローフードの方が先で、うん。 スローフードは聞いたことある人も多いんじゃないかなと思うんですけども、もともとはイタリアの方で、えー、起こった運動です。で、えー、スローフードの反対がファストフードですよね。で、ファストフードは、いわゆる、えー、マクドナルドが代表的なものって言われてます。ね、ああいうマクドナルドのようなファストフード。ね、あの、本当にお店に行ったらすぐ商品が出てくるみたいなファストフード、手軽さが、まあ、良さでもありますよね。で、えー、その、 マクドナルドがイタリアにやってきたときに、このままじゃ、この国の食文化が壊されるんじゃないか、みたいなところで起こったのがそもそもです、スローフード。で、えーまあ、食とそれを取り巻くシステムをより良いするために、えー、行うっていう世界的な草のね、運動ということですが、えー、日本にも、えー、スローフード協会っていうのがあってですね、はい。 情報発信をしています。えー、そのイタリアで1989年に行われ、まあ起きた運動で、まあファストライフ、ファストフードの台頭に対する、えー、食への関心の薄,薄れを憂い、起こったと。今では160カ国以上に広まっている国際組織になっているということです。で、日本スローフード協会のサイトを見てね、えー、スローフードとはっていうところがあるんですけども、 えーまあ、美味しいきれい正しい食べ物を全ての人が享受できるようにというのをスローガンにしているということで、えー、まあスローガンがあったりねしてますあと歩みとかもあるんですがまあ確かに恣意的なところはまあんだろうねまあ確かにあの言いたいことはわかるじゃないですか <laughs>、ね、ファストフードばっかりじゃ体に悪いだろうっていうのもあったりするしうちもね えー、まあ、自分、私自身はそんなに気を使ってないし、全然マクドナルド食べるんですけど、子供たちほとんど食べてないんですよ、この何年か。うちの奥さんがなんか小学校かなんかかな、のな、講演会かなんかで聞いてきて、やっぱか体に悪いと、マクドナルドね。なんで、子供たちはマクドナルド禁止になりましてですね。うん、<laughs> 昔はね、その、あの、なんだっけ、ハッピーセットのおもちゃとか結構あったんだけど、まあ、行ってある時からピタッとも マクドナルド禁止みたいになって、食べるならモスバーガーみたいになって、<laughs> そこの差がどれぐらいあるかわかんないんだけど。で、今でもそんな食べてないんじゃないかな。ただ娘が高校に行くようになって、まあやっぱ友達とね、関係があるし、食べてたりはするけど、息子は全然食べてないんじゃないかな。なんかさ、子供たちもそこまで行くとさ、もう食べたいって思わなくなるのね。<laughs> まあいいことが悪いことかわかんないけど、別に悪くはないとは思うんだけど、 はい。ま、で、自分が、じゃあ、そんなスローフードとか、ね、スローライフに、そんなにむちゃくちゃ興味があるかっていうと、そうでもないです。そうでもないですが、あのー、なんか、スローライフシティっていうのもあって、<laughs> スローライフを街として、あのー、体現していこうと。みんながスローライフをしやすいような街にしていこうみたいなのがあって、 それが日本で最初にやったのがなんか掛川市静岡県のらしくスローライフシティ宣言っていうのをですね、えー、2002年ぐらいからやってるらしくって早くないですか <laughs> で、静岡県の掛川市ね、昔営業で営業エリアだったから行ったことがあるなぁと思いながら、はい。なんか機会があったら行ってみたいと思いつつ行っても何かあるのかなみたいな感じはありますけどね。あとなんか、 えー、まあ、掛川市がそうやって言い出したんですけども、いろんな市でもね、言い出してて、近いところで行くとですね、それこそ岐阜県岐阜市なんかも、あの、スローライフシティということを言い出してるようです。で、まあ、その掛川市のスローライフ宣言を見ていくと、えー、20世紀後半の日本は早く、 安く、便利、効率を追求し、経済的に反映しましたが、人間性喪失や地域の荒廃、環境汚染をもたらしました。そこで21世紀は、大量生産、大量消費の急ぐ社会から、物と心を大切に急がない社会へ移行し、ゆっくり、ゆったり、豊かな心でというスローライフをキーワードにしたいと考えました。人間は平均寿命を80年とすると、時間にして70万800時間。 生きていますこのうち勤務労働時間は40数年働いたとして7万時間あとの63万時間は睡眠の23万時間のほかに今までは7万時間の労働を中心に会社人間的な生活をしてきましたがこれ,らこれからは63万時間をいろいろなスロー主義で暮らし真の安心と幸せを得ていきたいですというものですねスローライフ宣言。 ま、この辺の数字もなかなかあれだよね。トリックがあるというか <laughs>。ね。えー、70万時間のうち、働くのが7万時間、あとの63万時間。まあね、睡眠の23万時間を引いてもっと言いながら、最後にまた63万時間って睡眠の時間足してるのあたりですね。しますけどね。はい。<laughs> いろいろありますが。まあ、ただね、うん、自分はあんまあの興味はないじゃないけど、うんえっと、まあ普段から別になんか、 ね、なんかご飯作んなきゃいけないとなっても、隣のスーパーに買いに行くより自分で作った方が、みたいな。で、出来合いのものを買いに行くよりも作った方が好きだったりね。あと最近はほら、えー、右マイカップオブティの方で喋ったりしてますけども、サウナに凝っていて、<laughs> あの、サウナに行ってる時何がいいかって、えー、スマホが持っていけない。そしてメガネも熱くなるので、メガネも持っていけない。だからあんまり周りも見えないし、えー、スマホもないと。周りになんかいろいろ書いてあるのも見えないと。 で、デジタルデトックスも兼ねて、えー、サウナの、その、ね、あの、トリップ感を味わうね、<laughs> 整うっていうんですかまあ、あよくわかってないんですけども、なんかね、あの、すごく、あの、リセットする感じと、<laughs> デジタルデトックスな感じが気に入っていて、まあ、多分その辺もね、その、ファストな生活とは対極にあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あそんなに元からはそんな興味はないんですね。で、まあ、その、 まあこの中でスローライフとして取り上げてるのはね、あのスローフードも含めてなんですけども、えっ、ー、と、その掛川市のやつは8つのテーマが展開されています。スローライフの実践として。えー、一つがスローペース。えー、まあ歩く。歩行文化で健康促進し、交通事故をなくしますと。だから車で移動するとかね、電車じゃなくてまあ歩きましょうと歩けるところはっていうのですね。あとスローウェア。えー、伝統織物、染め物、和服、浴衣など美しい。 衣服を大事にしますこの結構自分とこの土地土地の文化を大事にしようというのがあるのでその一環だとは思いますスローウェアそしてスローフードですね、えー、ここでは和食や茶道など食文化と地域の安心な食材を楽しみますとありますがまあ和食を楽しむというよりは、まあ、なんか海外で行くとねあの出来合いのものじゃなくて自分でちゃんと材料から、えー、作っていきましょうみたいなのもあったりはするけどねあとスローハウス 100年200年持つ木と竹と紙の家を尊び物を長持ちさせて自然環境を守りますと。まあ、鉄筋コンクリートじゃなくてってことですかね。で、スローインダストリー。えー、農林業で森林を大切に手間暇かけて循環型農業を営み市民農園やグリーンツーリズムを普及します。あと、スローエデュケーション。学歴使いをやめ、一生涯芸術文化や趣味、スポーツに親しみ子供に温かく声かけをする社会を作ります。 えーえー、スローエイジング美しく加齢し一世紀一週間人生の修正自立を目指しますそしてスローライフ、えー、上記1から7のことを統合した生活哲学により少資源省エネを図り自然と四季と共に暮らしますとスローライフの実践で8つあって最後にスローライフ入れてくるっていうのはどういうことかなと思いながらまあなんかね <laughs> こじつけっぽいところも多々ありますが まあ、あの、スロージャーナリズムもこの流れではあるんですけども、まあ別にそんなに私もスローライフがいいんだっていうわけではなく、まあただ、ポッドキャストというもの,のでね、表現方法として向いているのはスロージャーナリズムじゃないかと。で、やっぱりもう最近テレビ見ないんですよ。私あんまりね。やっぱりテレビの情報って、うん、なんだろう、どのチャンネルかけても同じね、ニュースを取り上げてたりとか、 うん、なんか一時的なものね、その時は和田、ガーって言うけどなんかしばらくするとその話題そういうば最近聞かなくなったねみたいなところであったりとか、えっと、なんだろう、中身のないコメンテーターのコメントであったりとか。<laughs> ただね、この辺はね、うんと、そうそう、マスゴミとか言ってね、あの、避難する人もいますけども、 自分としてはその制作者一人一人はそんな罪はないと思ってるんですよ。うん。まあそれぞれ皆さん一生懸命ね、自分の仕事をやろうとしてやってられると思うので、あの、やっぱり構造としてね、テレビっていう、まあそのスポンサーに頼ってるっていう構造がさ、やっぱどうしても数字を稼がなきゃいけない。ね。あの、やっぱり数字が稼げる話題を取り上げなきゃいけないとか、やっぱそういうのがね、メインになってくるかなと。まあただあれだね、あの、バラエティ番組でもさ、 YouTube で流行った動画とか TikTok で流行った動画をただただ紹介する番組とかあるじゃん。あれなんだろうね。<laughs> あれはいらないなとは思ってはいるんだけど。<laughs> まあまあ、なんだろうな。結局やっぱりもう話題になる、数字が取れるっていうのが最優先になっちゃう構造だから、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。まあだからそれじゃなく、やっぱね、一つ一つのちょっとしたことをじっくり追いかけたいなっていうのはね、ありますわ。それは前々から思って。 てましてですねなのでちょっとスロージャーナリズムっていうのは、まあ、ちょっと研究というか実践も兼ねてやっていきたいなと。で面白いのがですねこのスロージャーナリズムっていうのが言われ出したのが、えー、と2007年なんですね。で、えーまあ、スロージャーナリズムっていうのが、まあ、主流メディアからのジャーナリズムに、ね、ジャーナリズムの質に対する欲求不満から生まれたニュースのサブカルチャーです。 ニュースのサブカルチャー。で、えー、他のね、スローな動き、さっきのスローライフみたいな動きと、あの、関連したスロージャーナリズムっていうのは、まあ、そのスローのサブセット、まあ、だから同じ価値観を共有し、スローライフとかとね、で、優れたクリーンで公正な製品を生み出していく努力をしていますみたいな感じで、まあ、2007年ぐらいから言われてるんですけども、えー、2014年にですね、えー、ロブ・オーチャードって方がテッドの 方でですね、スロージャーナリズム革命っていう発表をしてました。えー、テッド・マドリッドってやつですね、だでスペインのマドリッドで行われた、えー、テッドで発表なんですけども、それがですね、2014年にスロージャーナリズムっていうのを言われて、えーまあ、前々からあった言葉なんですけども、ちょっとそこで話題になったのがあったんですよ、2014年ね。で、この2014年って、さっきのシリアルのシーズン1が話題になった年なんですよ。 だこの頃から結構言われていて、確かにそんな感じはあるな、という実感はあります。うん。その頃からちょっと興味あったんですね、スロージャーナリズムっていうのが。もう今何年 ?2021 年、ね、<laughs> ?7 年経っちゃってるけど。はい。ということでですね、スロージャーナリズム、えー、皆さんも興味を持っていただけましたでしょうかなので、私もこの番組では、えー、スロージャーナリズムを取り上げていって、 で、えー、いろんな話題を私自身が調べたことを、えー、紹介したりとかもしていきたいなと思うんですけども、どういうのにしていこうか。えー、例えば、興味があるね、えー、今回はこの話題を取り上げますっていうのを、今回だけじゃなくって、継続的にやっていきたいのよ。うん、何回も何回もね、えー。アーティストの紹介とかもしたいなって前に思ったことがあって、まあ、テレビとかでアーティストの特集をするとあるじゃないですか。今日は、 誰々特集みたいな。まあ、ラジオとかでも、えっ、ー、と、ゲストに呼んできて紹介するとかいうのがあるじゃないですか。で、それ紹介して終わりではなくって、ちょいちょい継続的にそのアーティストを追いかけていって伝えていくっていうようなことの方が興味があったりとかね。で、いろんな面、音楽の話であったり、プライベートの話だったりっていうのをね、折り混ぜて届けていったりとか。で、行くと、YouTube でもともとやってた、The First Take っていうチャンネルがあるんですね。 えっと、一発撮り。YouTube では一発撮りの音楽を届けるっていうザ・ファーストテイク。ね。結構話題になって、話題のアーティストも出てきたりするんですけども、そのファーストテイクがポッドキャストをやってるんですよ。で、そのファーストテイクで一発撮りをお届けします。ね、曲をメインでポンとお届けしますと。で、こういう形でやりましたけども、どうでしたかっていうインタビューみたいなことをポッドキャストでは配信してるんですね。うん。だからこういうのもやっぱりスロージャーナリズム、 になるんじゃないかなと。本当にね、あの、歌だけで話題にはなったんだけど、やっぱり話題になるのはそれかなとは思うんですけど、目に留まったりはね。話題にはなりつつ、それをもうちょっとじっくり、多角的に追いかけていくっていう形のポッドキャスト。ね。こういうのが非常にね、あの、いいなと思ってます。で、この、スロージャーナリズムなんですけども、成功事例っていうのもあって、で、これはあの、ウェブメディアなんですけど、 ポッドキャストとかではなくて、まあ、ポッドキャストも実はやってるんですけども、えー、ウェブメディアでニュースサイトとかでいくと、えー、最近ほら有料記事とかも増えてきたでしょここから先は有料会員じゃないと見れませんみたいな感じであったり月に何本まで有料記事が見れますみたいなやつがね増えてきていると思うんですけども成功事例として挙げられるのが2013年に創刊された。 創設されたかなオランダのデコレスポンデントっていうですね、ネットメディアなんです。これには広告は一切入れず、ね、読者からの購読料のみで運営しているというですね、ウェブメディアになります。で、オランダっていうのが、えー、人口1700万人という規模なんですね。そんな大きくない小国と出てますけども、そこで、えー、月額6ユーロ。 年間で60ユーロだったかな。月6ユーロ約770円の有料購読者数で運営していると。で、この立ち上げの時に実はクラウドファンディングをやっていてこういうメディアを作りたいと。えー、ファストメディアではなくてスローメディアとしてスロージャーナリズムを実践するウェブメディアを作りたいっていうので 8日間、8日ですね。8日間で1万5000人の人から100万ユーロ、1億3000万円も集めたと。それによって立ち上げて、で、その後は購読料ですね。まあ、今で言うとサブスクリプションみたいな言い方になると思うんですけども、年間60ユーロ、約8000円の課金で、運営していると。で、こので、コレスポンデント。 なんですけども、コレスポンデントっていうのは特派員という意味らしいです。で、このメディアなんですけども、2014年の記事なんで、今もしかしたらちょっと違うかもしれませんが、その2014年にはやっぱり話題になったんですね。その本当にシリアルとかと同じような時期ですけども、話題になったんですけども、えー、フルタイムのスタッフが7名で、30名ほどの寄稿者がいてですね、その人たちに記事を書いてもらっていると。 で、記事を書いてもらうんですけども、その方々に、あのー、いろんな社会、政治とかね、あとデータ、ドキュメンタリー、小説、財政、エネルギーとか、いろんなそれぞれの得意なジャンルについて深く書いてもらうっていうのようなですね、えー、もので、1日5本、毎日5本更新されて1本が目玉記事っていうような形で運営しているということなんですね。で、 ここれのの面白いところがその機構者、ね、記事を書く人は話の倹約で、まあ、ネタを提供するみたいな形でそれに対して読者がコメントなんかをどんどんしてもらって、えー、と盛り上げていくそういうコミュニティをすごく大切にしているっていうのところがあるんですね。まあ、日本でいうとニュースピックスもそれに近いコンセプトになってんじゃないかな。 なんかあれってコメントが結構重要だったりするじゃないですか。で、まあ、その他に独自記事もあったりしますけども、えっと、なんで、日本で言うとニュースピックスが近いんじゃないかなとは思います。このオランダのデコレスポンデントなんですけども、そうそう、発足時の有料会員が1万5千人だったのが、その2014年で5万人とかになっているので、 まあ結構それで成り立っているのかな。まあただやっぱり批判の声もあったりはします。えっ、ー、と、そのフルタイム7名じゃちゃんとした調査報道ができないんじゃないかとか。で、プラットフォーム自体は新しい無駄だけど別に記事は新しくないよとか。まあまあスロー、ね、ジャーナリズムなんで新しくなくてもいいんですけど、あとエッセイが多すぎるとかですね。いろいろ批判的な声もあるようなんですが、だからね、その、 いわゆる、早い記事、速報っていうの大事だと思うんですよ。ただ、どちらかというと、メディア全体が速報に偏りすぎてんじゃないっていうとこのサブカルチャーなんで、やっぱり両方あった方がいいかなと思っていて、まあ、日本でもそれはあるかなと思うんですよ。やっぱり速報性の高いものの方が話題になるし、目立つし、あの、多いと思うんですけども、やっぱりじっくり。で、ポッドキャスト今でもさ、あの、やってる人はいるのよ。別に私がこれ初めてやるってわけじゃなくって、 もうみんな見てもらえばわかるんだけどもね。あの、一つのテーマに対してじっくり話すポッドキャストとか、特に今話題のものじゃないけども、話す人が興味があるものをじっくり話していくポッドキャストだったりとか、やっぱそういう方が面白いじゃない。やっぱり自分もそういう風なものをしていきたいな、ということは思ってます。 でこのスロージャーナリズムなんですけどもフランスの国立科学研究センターのですね専門家からですねスロージャーナリズムの特徴っていうものがですね紹介されていましたえー、まあどういうものかスロージャーナリズムとはですねえー、っとちょっとそれを8つほどあるんですがちょっとそれを紹介していきたいと思います一つが、えー、情報伝達のスピードが遅い ま、これ、ネガティブな感じにも聞こえますけど、情報伝達のスピードが遅い。これは、ファストチェック、事実チェックに時間を費やし、報道までに綿密な編集作業が行われるというのが特徴の一つ。二つ目に、深刻な事件に関して、他に出ているニュースのリサイクルはせず、自らニュースを作成する。ね、あの、なんか、ファストのやつだからね、他と同じような話ばっかが出てくる。 そうじゃなくって、えっ、ー、と、リサイクル。ニュースのリサイクルはせず、自分からニュースを作成する。自分の取材をするとかね。あの、そういうことでそうだと思います。と、三つ目。報道するニュースの種々選択を行っている、まあ。つまり入ってきたニュースを何でもかんでも紹介するんじゃなくって、シ、ま、ュ、あ、選択をして報道していくと。と、四つ目。他のニュースに比べて深く質の高い洞察を提供するため、 文章は長い傾向にあると。まあ、という特徴があると。まあ、長くなりますよね。多分ね。<laughs> けど、日本のさその、ニュースサイトとかって、本当に短いやつとかも多いよね。<laughs> はい。で、5つ目。伝達する情報に透明性があると。まあ、どういう出どころの情報なのか。まあ、このソースは秘密ですみたいなことじゃなくってことだとは思います。で、6つ目。共感を生み。 コミュニティ作りを促進していると、えー、この今日、コミュニティ作りっていうところなんですけども、さっきのオランダの、えっ、ー、と、で、コレスポンデントもそうなんですけども、すごくね、あの、まあ、寄稿する人は、えー、まあ、気候をした上で、それに対する読者のコメントっていうのをすごく重視していて、まあ、読者のコメントがあってこその媒体なんだと。 いうふうに見ていて、それはコミュニティを作っていくっていうところだと思うんですけどそれが成功しているのかなというところなんですけども、それがスロージャーナリズムの特徴の一つだということです。と、7つ目、えー、読者のエンゲージメントが高い、えー。情報を受け取るだけのオーディエンスからパートナーにということになってます。さっきのコミュニティ作りと関連はしてくるんですけども、まあ、エンゲージメントっていうのは何かっていうと、えーと 情報を見た人が何かのアクションを起こすみたいなところですね。例えばツイッターとかだと、ツイッターの場合エンゲージメントって、いいねを押したり、リツイートしたり、コメントしたり、リプライか、リプライしたりっていう行動をとったのをエンゲージメントって言ったりします。まあ、なのでこれもニュースに対してニュースを見るだけじゃなくて、それに対してコメントをしたりとかいうアクションを起こす人のそのエンゲージメント率が高いっていう特徴があると。 スロージャーナリズムはですねで8つ目速報では語られなかった背景や舞台裏に焦点を当て民主主義的な社会のビジョンを提示していると。なので本当にニュースの,、ね、その一元的なところじゃなくて背景や舞台裏をちゃんと焦点を当てるっていうところ、まあ、この辺が、あのー、スロージャーナリズムの特徴と言われているところで、まあ、この中でちょっとやっぱりいいなと思ったのがコミュニティ作り。 を促進してていいいいるっていうところがいいかなというふうふに思ったりしてますね。でこの中でスローで健全なニュースを配信っていうのがその、えーまあ、スロージャーナリズムがですねいわゆるファストフードに例えたファストジャーナリズムと相反するスローフードスロージャーナリズムっていうところで言われてまして、まあ、そういう心の健康というのかな、まあ、その辺の両方があってこそのバランスじゃないかというようなところがですねあの意味合いとなっています。 はい。なので私も今回、マイクアポブティの、うんと、ポリシー、メットとしてですね。まあこういう、例えば今、あの、他で発表されている記事を紹介したりしましたけども、こう紹介するだけじゃなくて、できるものであれば、自分の足を運んで体験をしてみたいなと。足を運んで体験するっていうことをしたり、あと、 えっと、一つの話だけを紹介するにあたって、いろんな人の話を聞いたり、いろんな角度から調べたりっていうところをしていきたいな。それも、ただ調べるとかじゃなくて、やっぱり人の話を聞くとかですね。なんかそういう形で多角的に紹介したいなというのと、えっと、やっぱり耳を傾けて、コミュニティというか、読者からの声を拾って紹介していくようなこともしていきたいなということはですね、思っております。なので、あのー、今回もスロージャーナリズム ちょっと紹介させていただきましたけども皆さんがどう考えるかとかですねその辺もあこのスロージャーナリズムについてはまた今後もね何回か取り上げていきますのであのご意見ご感想、えー、自分はこういうふうにやってるよとか、えー、自分はメディア自分もテレビ見ないよみたいな話でも結構なんであのお便りいただければなと思います、えー、このマイカップオブディのサイトの方に、えー、メールのフォームが置いてありますし えっと、そうそうそう、メールフォームさ、あの、一応、そう、アンカーとかって音声コメントができるじゃない一応ね、その、ウェブサイトにつけてるやつなんだけど、音声コメントができるようになってるんですよ。<laughs> あの、よろしければ。もし送ってくれたら、そのまま使います。<laughs> 多分。で、音声コメントできるようになってます。あの、で、サイトのメールフォームでもいいですし、あの、引き続き、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナさんひらがなで、ツイッターに投稿していただいても拾っていきたいなと。 思っておりますで今までもミニマイカップオブティーでも「あのハッシュタグポトフさんで」であのご意見いただいたりしてますがその辺りも、えー、拾っていきますしえっ、ー、とこちらでも拾っていくので、えー、何についての話か書いていただけると嬉しいかなと思ったりしております。はいということでお送りしてきました、えー、今回取り上げたスロージャーナリズムちょっと今回は紹介っていう感じだったので。 まあ今後ね、またちょっと取り上げれるネタが出てきたら取り上げていきたいなと思いますが、このスロージャーダリズムっていうのは今回のマイカポブティシーズン3の全体のテーマになってきます。えー、スロー、スローな、えー、ポッドキャストを目指していこうこと。えー、これがどういうことかというと <laughs>、今そのアップルポッドキャストね、えー、サブスクリプションを始めるよという料ね。で一応有料のポッドキャストが配信できるように、 アップルにオフセは払いました。2400円だったかな、年間。えっ、ー、と、ま、ああれだよね。アプリ、アップストアでアプリ売るやつだと、年間1万いくらとかか,かるんだっけよりは安いから、ね。まあまあまあ、良心的と、取れば良心的。<laughs> けど、スポティファイは無料でやりますよって言ってますけどね。はい。2400円払ってやろうとしてますけども。これ自体もさ、あの、本当にこれで収益を上げたいでこれで、なんか、 生活を立てたいってなったら、やっぱ数集めなきゃいけないじゃない。<laughs> すると、あのー、ファストジャーナリズムになると思うんだ。<laughs> まあ、それかすごく専門性の高いものになると思うんだ。<laughs> まあ、あの、自分はそこは特に一番じゃないと。まあ、もちろん数は増えたら嬉しいのであれなんだけど、そこ一番じゃないなと。あの自分はスロージャーナリズムにも、もう、目指していきたいなと。 思っていますので、えー、まあ、数を増やしたいけど、安易に数を増やす話題性のあるものを取り上げるとか、そういうところに走りたくないなっていう自分への <laughs>、あのー、今しめ的なとこもあるし、ゆっくり喋ろうよっていうね、<laughs> どうしても早口になっちゃうところもあるので、まあそういう意味でのスローであったりとかですね。あの、まあなんか自分自身で、 興味があったものはちょっと一旦立ち止まってちゃんとそこを向き合っていこうっていうね。このポッドキャストやる上でのポリシー的なところで、えー、スローポッドキャストという形でやっていきたいなと思っています。はい。ということで長くなりましたが、えー、スロージャーナリズムの紹介でした。 はい。ここからはですね、えっ、ー、と、ハッシュタグ紹介したいと思います。えー、先ほどもちょっとご案内しました、ハッシュタグポトフさんにいただいた、えー、コメントを紹介していきたいなと思うんですけど、今まであの、ミニマイカップオブティーの方で2週間に1回ぐらいやってました。えー、ハッシュタグ紹介。えー、ただですね、な、なんか、内容によっては20分、30分ぐらいかかっていたんですけども、 ちょっとシーズン3にするにあたってミニマイカップオブティもですね、あの、1回3分という時間制限を自分で作ってしまいまして、えー、ハッシュタグ紹介をする余裕がないということで、えー、この本編マイカップオブティの方でハッシュタグ紹介していこうかなと思ってます。で、今後、あのー、週1、水曜日、毎週水曜日配信できるように頑張っていこうと、 思いますが、えー、まあ、なので毎週紹介できればしていきたいなと思っております。そんでもって、あのー、ね、前半にも紹介しましたけども、えー、このポッドキャストはチャプター機能に対応しております。Spotify はごめんなさいできないけどね、チャプター機能に対応しております。あのー、このハッシュタグ会飛ばしてもらっても構わないです。<laughs> みたいな感じですね。 ということで前回ミニマイカップオブティーの方で行ったハッシュタグ会。えっ、ー、と4月22になるのかな結構前だね。これちょっとだけどハッシュタグ会やってちょっと遅れたから実際は4月18ぐらいまでしか読めてないんじゃないかなあ、ちょっと確認した方がいいよね。 はいえー、と4月22日配信してますが、4月18日分まで紹介したので、その後のものを紹介しようと思いますが、まあまあ長くなるかもしれません。えー、時間がある方はお付き合いください。ということで、ハッシュタグの紹介をしていきたいと思います、えー。ハッシュタグ4月19日から紹介したいと思います。ほぼほぼ1ヶ月じゃないですか。はい。 4月19日、大、え、道、ー、さんからですね、ポトフさん、サウナにハマってますね。私もサウナで蒸されると自分と向き合うことが多いです。頭の中も体もスッキリする時間ですね。ということでいただいております。ありがとうございます。そうなんですよね。そう。もともとは大道さんがね、あの、名古屋のウェルビー栄っていうサウナに来るために大阪から来るみたいなことを言ってて、そんなにと思って、行、えー、けるぞと思いながらね、あの、 興味を持ったところはありますが。いやー、ほんとね、なんかね、リセットされる感はわかります。<laughs> すごく、うんと、デジタルデトックスもされるしね、<laughs> なんか、すごくリフレッシュ、なんかね、極限状態にでしょ暑いとこと、水風呂に入って、で、そこで外気薬が好きなのよ。<laughs> 外でぼーっと寝転んだりしてると、暑いのと冷たいんだからさ、なんか考え事とかできないでよ。<laughs> そういう意味でもね、あの、 まっさらになる感じがいいかなと思ってます。はい。と、えー、4月20日、あやほさんから、えー、今日聞いたポッドキャストの中に、ハッシュタグポトフさん入れていただいております。ありがとうございます。あと4月21日もあやほさんいただいております。ありがとうございます。で、えー、4月21日、ザポさんからですね、えー、ポトフさん、今宵のディナーもポトフ3倍目というのをいただいておりますが、 えっと、意味がわからない。<laughs> あれ、これ、そっか、その前に、えー、しじみさんがこういう時はポトフさんっていうのをなんかハッシュタグつけずにやってるけど、えっと、ちょっと待って、流れがわかんねえよ。わかんねえけど、ありがとうございます。しじみさん、ザゴさん。と <laughs> いうことで。 はいで4月22日、あやほさんですね。今日聞いたポッドキャストにハッシュタグポトフさん入れておいただいております。4月23日もハッシュタグポトフさん入れておいただいております。あやほさんありがとうございます。で、4月24日、ゆいまるさんからですね、ハッシュタグポトフさんでこれとしてですね、写真をあげてもらってます。これあれです。初代 iPod ャフルの 写真ですね。懐かしい初代 iPod シャッフル本当に液晶がないスティック型のやつですね。首から下げて使ってたな。はい。これ、いつぞや、ポッドキャストで喋ったのは、どこで喋ったかな ?iPod シャッフルね、買ったなって、意外と好きだったなっていう。 ところ話しましたけども実はこれもなくしておりましてですね今手元にないんですがゆいまるさんから写真をあげてもらって久々に見ることができました <laughs> これ欲しいな今あったらうん、まあいいやはい、えー、まあまあ iphone でできるんだけどね本当ね便利だよねで4月24日綾、えー、穂さんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいておりますありがとうございます で、4月25日、えー、昨夜さんからですね、えー、ハッシュタグポトさんで、ポッドキャスト周りというところでコメントいただいております。ポッドキャスト周りの話をした回を聞いていただいたようですね。ポッドキャスト周り。あ、ポッドキャスト周りのニュースというのを4月20日に配信してますね。それを聞いていただいた感じですね。ありがとうございます。で、4月25日、えー、あやおさんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、4月25日、えー、しんごさん。 あれ名前変わったまあ、いいや、シンゴさんから、えー。韓国ドラマのキングダムってのもありますね。アットネトフリということで、えー。ゾンビの回を聞いてということなんですが、えー、あれですね。フールオリジナルの君と世界が終わる日にっていうものの話をしたものに対してですね。えーまあ、これを見て、えー、ウォーキングデッドじゃんと思ったっていう話ですね。<laughs> そう、ゾンビもの、ウォーキングデッドも好きなんですけど、 韓国ドラマのキングダムね、あのー、噂は聞いたことがあります。けど、あのネットフリックスは近づかないようにしているので、まあ、これ以上サブスク増やしたくないと思って。興味あるんだけどね、ネットフリックスオリジナルって結構あるじゃないですか。あるんですけど、近づかないようにしているので、多分見ないと思いますが。<laughs> はい、キングダム。そう。で、キングダムが、えっ、ー、と、そのシンゴさんからは、めっちゃ高速で走るゾンビですっていうのをいただいてますけども、 韓国のゾンビって速くないですかあのー、なんだっけ新幹線とかいう映画韓国映画ねもうゾンビが出てくるんですけどむっちゃ走っと追いかけてくるやつ知ってます <laughs> あれねそうあのー、映画「パラサイト」に出てくるあの男の子お兄ちゃんというか一番最初に家庭教師に入ったお兄ちゃんの役の人が出てんだよね新幹線ねうん。 あれ見てすんげえ走んじゃんと思って。ウォーキングデッドはもうちょっとっゾンビはね、あのー、昔さ、それこそゾンビっていう映画なのかなあの全然覚えてないな。中学校か小学校、学校で見たんだよね。いや、クラス全員で見たというよりは、なんか視聴確率ってあるんじゃないあそこでなんか見れる映画があってさ、その中にゾンビがあって、まあ、それこそ、いわゆる、いわゆるゾンビでゆっくり、 来るやつだけどすすごごいい怖くてて印象に残ってた記憶があるななんで学校で見たんだろうなと思いながらね。はい。まあ、なんだかんだゾンビもの結構実は好きだったりします。はい。えー、で、シンゴさん引き続きその、えっ、ー、と、フ u のオリジナルドラマですね。についてアートワークを見る限り、弓道経験者には見えません。ということで、アートワークにね、その、えー、h の、 ドラマのやつをつけてましたのでえーなんだっけなんだっけ君と世界が終わる日にですねこれシーズン2まであってねうんなんかまだ続くのかなちょっとわかんないけどあのー、非常に突っ込みどころ満載でねはい中条あゆみさんと竹内涼真さんが出ているやつですなんかね そう。で、4月26日に加藤さんからもですね、その絵について、えー、ハッシャグポトフさんで、中条あゆみさんと竹内龍馬さんの組み合わせで思い出したのは、昨年末のガキツカで学生服着て出てきたのが思い出されたのですが、調べてみたらお話しされているドラマの番宣だったようです。ウォーキングデッドとは結びつかなかったのでびっくり。えー、ウォーキングデッドは見たことないです。見たことなければ結びつかないでしょうけども。えっ、ー、と、多分、ガキツカ見ても、 見、むすびつかないでしょドラマ見なきゃ。<laughs> けどね、ドラマの中でもね、あれなんだよ、回想シーンみたいなやつでさ、えっと、その学生服着ての出てたんじゃないかなにや、なんか、ああいうドラマのさ、あの、ね、回想シーンっていうのはわかるんだけどさ、学生服着て出てくるとさ、無理があるなーって時ありますよね。その、ちょっと若干感じましたね。無理が、無理あるなーって <laughs>。 <laughs> あれ、もうちょっとないのかな <laughs> 今時だったらね、マーベルだったらもうちょっとね、特殊映像で <laughs> 若返らせるんでしょうがね。<laughs> なんだっけ、キャプテンマーベルみたいなね。はい。えー、まあ、それは良いとして、4月26日、あやふさんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。と、4月27日ですね、ヌヌさん、えー、4月14日分を聞いたっていうところで、ハッシュタグ入れてもらってます。ありがとうございます。 4月27日、あやほさん、えー、聞いた、ポッドキャストに入れてもらってます。えっと、4月29日もいただいてます。ありがとうございます。あやほさん。と、4月2 9日、ぬぬさん。お、ちょっとまとめて聞いてもらったみたいですね。4月15、4月16、4月17の1、4月17の2といただいております。ありがとうございます。4月17、2回出してんのなんかさ、毎日、一応毎日っていうことにしてんだけどさ、ちょっと一周飛ばして、 ああ一,じゃん一日飛ばしちゃって次の日に日本配信するってことも、えー、たまにあったりしますが <laughs> それかな4月1717 17の117の2これかマーベルのドラマがなくても話が通じる何の話だああマーベルねドラマねドラマドラマシリーズうまいよ本当にあとシーズン35月1日にスタートしますってやつですね 遅れてるけどいやこれはだけど言い訳するとさアップルさんが5月初旬から始めるって発表したからさあじゃあどうせならそれに合わせたいって思ったわけよねそのじゃあ実際ね今日これ録音してますけどもこれの前にシーズン3の予告編っていうのを、ね、一応喋ってそのアップルポッドキャストのその管理画面ポッドキャストコネクトっていうのがあるんですねその中に えっと、その、有料契約したからさ、えっ、ー、と、有料契約しなくてもできるんじゃないかな。あ、そんなことないか。有料契約したからか。えっ、ー、と、音声ファイルをね、アップロードできる感じになったんですよ。で、お、できると思って、シーズン3予告として、シーズン31本目をね、アップしたんですけど、今のところどこにも出てきてないです。えー、現在収録日時点で、えー、ポッドキャストアプリ、えー、パブリック ベーータ版にしててて人よりも早くバージョン上げてるんだだけどまだ出てこないで、どうしようと思いつつ、もうその予告編いいやと思って今、シーズン3のエピソード1収録中でございますね。もう、アップルさん、合わせようと思ったのに。はい。で、続いて4月29日、加藤さんからですね。えー、っと、そうそうそう。さっきのドラマの続きで、ウォーキングデッドの話をベットしたんですけども、 えー、ウォーキングデッドって原作があったんですね。知らなかったなえ、引っ越してきたのにいなくなるんですか超かわいそうっていうのをいただいてますね。はい。ウォーキングデッドはあれですね。アメコミなんですよね。うん。これもマーベルじゃないですけど。はい。非常にあのー、原作があるんですけども、原作とストーリーが違ってきてるって。まあ、マーベルもそんなとこありますよね。うん。まあ、役者との契約の関係とか色々あってね。で、原作と違う流れがね、やっぱできていたり、えー、原作、 では出てこないキャラクターが出てきたり、原作では、ここで死ぬのはこの人だけど、この人が死ぬんだ、みたいなやつとかね、結構あるんですけども、えっと、まあまあまあ、その時にちょっと話したんですけども、ある俳優さん、これ、ネタバレ、まあいいか、ある俳優さんが、まあドラマがずっとやってるねシーズンずっと続いてて、えっと、撮影現場に近いとこに、 引っ越してきたら、ドラマの中で死んじゃって、出番がなくなったっていう話よね。<laughs> すごい話だよね。<laughs> まあいいけど。はい。えー、4月29日、あやほさんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。で、えー、4月30日、ひ、えと、ー、さんからですね、なんとシリーズ6までの予定、楽しみがひ広がりますというのがありました。えー、と、Apple o r i g ですね。Apple TV プラスで見れる Apple リジナルの、えー、サーバント。 カーナー家の子守っていうドラマ。これもともとそのヒトさんがポッドキャストで、えっ、ー、と、見てますっていうのを話されたのを見て、えっ、ー、と、私もアップル TV プラスで見出したんですけども、これ m ナイトシャーマン監督っていう監督のドラマなんですね。あの、有名なのは、シックスセンスとか撮った監督です。で、その監督が何かのインタビューでね、えー、シーズン6まで構想があるみたいなことを言っていまして、はい、そんな話です。今シーズン 2までやってますが、これ6まで続くんだ。どういう構想になってんだろうというのは興味は湧きますね。はい。で、えっ、ー、と、あと、ハッシュタグポトフさんですが、これはですね、ポッドキャストではなく、えっ、ー、と、4月30日に何段カフェから YouTube ライブで配信した内容。まあ、ポッドキャストも後で配信してますが、えー、見ていただいて、 えー、ポッドキャスト10年選手揃い踏みというのを大場さんから、さんからコメントいただいております。ありがとうございます。えー、と、えっ、ー、と、いつもの私、ポトフと徳松武さんと、えー、4月30日はもう一人、海星さんっていう人がですね、いて3人で、えー、と喋ってましたが、そうですね、10年選手です、皆さん。<laughs> の話をしてましたね。 で、えっ、ー、と、引き続き4月30日、大場さんからですね、別で、楽しそうなポッドキャストイベントだけど、絶対参加はしない。いや、できないっていうのはいただいてます。えっ、ー、と、この時話したのが9月30日のね、イベントで、えー、雑談トーナメント、雑談選手権みたいなことをしたいって話をしてて、それに対して絶対参加はしない。いや、できないとありますけども。いや、できるんじゃないですかね。<laughs> だって大場さんね、あのー、なんであの時放送部とかにね、収録、オンライン収録とかに参加されてますけど、あれこそ雑談ですけどね、と思ったりするけど。えー、っと、続いて5月1日、5月になりましたね。5月1日、あやほさんから今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。と5月1日、えー、っと、4月30日に聞いたポッドキャストのスレッドということで、ヌーさんが、 入れてていいただいておりますありがとうございますえっ、ー、と5月1日2回目、えー、引き続きポトフさんでですね、えー、と4月222324まで聞いたというところですね。と、えー、5月2日「ハッシュタグポトフさんがついておりますが、えー、なんであの時放送局の Twitter アカウントから「裏放送部375日目 OB ポトフと OB 改正の活動にしサウナ編」というのを 放送開始しましまたってそう、さっきの4月30日にね、あの、3人で配信した後に、海、え、星、ー、さんと一緒にサウナの話、もう海星さんがサウナすごい好きだって、海星さんのおすすめとかも聞いた上で、えー、ハマっておりますが、<laughs> サウナの話をいろいろしています。あれからも生き続けております。<laughs> はい。で、5月2日、えぇ、ー、朔さんからですね。 えー、ハッシュタグポトドさんで情報発信も整理制度が必要ですよねということでいただいております。ありがとうございます。だから私も今回シーズン3にあたっていろいろね、えー、情報発信変えてます。ポッドキャスト一時期ちょっといろいろ増やしすぎちゃったので減らしたりして。で、今、マイカップオブティーとミニマイカップオブティーとマイカップオブティープラスに集約をしていたりしますね。と、えー、5月3日、あやほさんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。 と5月4日、えー、足湯さんからですね、確かに日本ポッドキャスト協会があった方がええかも。ポッドキャスト芸術協会とか、髪型ポッドキャスト協会とか、今後誰かが何かしら作ってくる可能性ありますよね、と。でもどんな仕組みにするか、うん、想像膨らむということでいただいております。これですね、そのポッドキャスト協会、あった方がいいものっていう配信に対してのコメントですが、 えー、日本ポッドキャスト協会ね。これ、クラブハウスの中で話してて、まあ、もともとは、去年の9月30日じゃないか、26かな ?24 時間配信をしてる時ぐらいから、コーヒーさんからなんか言われてた気がしますが、はい。クラブハウスの方で改めてちょっとね、えー、コーヒーさんであったり、吉安さんとかね、マ、えーヤさんあたりからやった方がいいんじゃないみたいな、ね それに対してのは、ちょっとまだ迷いがあるんですよ。こういう教会作るのってどうよっていうのがちょっとでどっかにあるので、どうなんだろうっていうものに対してですね、いただいております。ね、作ろうかな。<laughs> と、5月4日、あやほさんから今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。ありがとうございます。と、5月4日、ザボさんからですね、ポッドキャストのカテゴリーを野球に変更できたと思う。ポトフさんありがとうと。 なぜ日記にしたのだろうか昔の俺よということで。これね、あの、クラブハウスの中で相談されたことが解決したっていう報告ですね。よかったです。ありがとうございます。と、うんと、5月4日、あやほさんから今日聞いたポッドキャストに、えー、入れていただいて、24時間やっちゃいますというのをつけていただいてます。これはね、あの、さっきの教会作る話とはまたちょっと別なんですけども、 え9月30日ですね。えー、ま、今年は徳松健さんとなんかイベントやろうって話をしてますが、その前回のその4月30日の配信で24時間やんないですかみたいな話が出て、やるつもりなかったけどと思いながら、えー、けど24時間やった方がいいのかなと迷っているところはあります。それに対してやっちゃいますというふうにあやさんからいただいておりまして、えー、5月5日には人さんから、 24時間やってほしいです。<laughs> いただいております。えー、マまやさんからもやってほしいですね。私はやりませんけどっていうのもね、そのコメントにいただいてますね。あと5月5日、ヒトさんから日本ポッドキャスト協会作ってくださいっていうのもいただいてますね。いや、大変。まあいいや。えっ、ー、と、で、5月5日、あやほさんから今日聞いたポッドキャストにポッドオフさん入れていただいております。で、5月6日、 オーバーさんからですね、9月までには多分いろいろ変更されると思うけど、復習として聞き直しておこうということで、先ほどの徳スさんとの配信、徳リ3ですね、2021年4月後、ポッドキャスト配信されたものを復習として聞いていただいているようです。ありがとうございます。リアルタイムでも多分見ていただいてたような気がしますが、復習もしていただいて、ありがとうございます。で、5月6日、あやほさんで、今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。で、5月7日、 5月7日に聞いたポッドキャストかっこ追いつくのは無理な気がしてきたというヌヌさんからですね、えー、ポトフさん聞いたということで入れていただいておりますありがとうございますと5月7日椿ライドさんからですね、えー、まずはナンアノカフェはお客は入れずに出演者とスタッフのみにしたらどうかなそして出演者を多めに募って結果的に出演者が増えれば24時間になりそうあとポトフさんとトクマさんがいるのがデフォなんだろうけど3時間ずつぐらい仮を取ったらいい 過去じゃないな米個人の見解ですということで,で、ま、ずあの4月30日のポッドキャストじゃない「特マンスリー」を見てのことかなと思うんですけどもまあ24時間まあただね24時間やろうかどうか迷ってるってとこなんですけども出演者がね OM に連れらればえ結果的にね24時間になりそうということですが実はねあのあと徳マスさんといろいろ話をして。 24時間やるとしたらっていう形でタイムラインをちょっといろいろ考えたんだけど、足りない時間。<laughs> 全然24時間はできるのよ。<laughs> あとね、やっぱりリアルでちょっとお客さん欲しいところはあるんだよね。んなんとなく、なんとなく去年さ、オンラインでやったからちょっと今年、やっぱ少しはやりたいよね。だってさ、あのー、本当にスタッフだけで24時間って、寂しいじゃん。 なんか、誰か来てほしいよね。<laughs> まあいいや。<laughs> えっと、5月7日、あやおさんから、ハッシュタグポトフさんで、おやってみようかなっていうのがありますね。これ多分あの、アップルポッドキャストの有料サブスクリプションのことだと思うんですけども、やってみるんでしょうかどうなんでしょう。えぇ、ー、5月8日、五月、ヌヌさんからですね、5月8日に聞いたポッドキャストに、えー、入れてて、おります。4月26、4月27を聞いたと。<laughs> まだ4月ですね。はい。 で、5月9日、あやおさんが今日聞いたポッドキャストに入れていただいております。5月10日、そして5月12日もあやおさんから入れていただいております。ありがとうございます。と、えー、っと、12、あ、5月14日もあやおさんから入れていただいております。ありがとうございます。で、5月14日、大、え、道、ー、さんからですね、アップルポッドキャストのサブスク開始時期がなんだか不明確なんですね。 しかも登録したチャンネルが表示されないとは準備すら整ってない感じですねということでいただいております。そうなんですよ。なんかね、あのー、今パブリックベータ版でアップデートしたらようこそポッドキャストへってことで、なんかサブスクリプションとチャンネル、ポッドキャストチャンネルが使えますっていうのが出てきて、おお、来たかと思ったけど全然出てこないんだよ。なんか。で、えっと、ポッドキャストコネクトに行くとさ、えっと、そのチャンネルの準備とか今からしていくと、 サービスが始まったらすぐに出てきますって書いてあるの。で、俺も準備してんのよ。そのチャンネルのロゴとかもさ、あ、まあまあ、全然凝ったもんじゃないけど、作って一応登録して。結局、どこにどう表示されるかわかんないじゃん。表示されたら、ちょっと作り変えるかもしれないけど、一旦ちょっと作ってさ、エピソードとかも入れたんだけど、どっこも出てこないのね。<laughs> なんか、どういうことと思って。いまいちね、どいつからかわかんないんだよね。 元々は5月初旬からって言ってた気がするんだけどね。なんかね、今、今現在、ポッドキャストコネクトで、いつからっていう表記が消えました。<laughs> おー、マジか、と思って。えっ、ー、と、5月14日、加藤さん。えー、アップルさんかなりマイペースだし、教えてくれないときがありますよね。アメリカンな感じと思えば許せるかも、ということで、許せますかマイペースというか、教えてくれないときがありますよね。 っていうとこですけども、もう教えてくれないときしかないですよね。<laughs> いつ始まるんでしょうか。ね、えっ、ー、と、あと5月14日、えー、あやふさんからポッドオフさんで、今日聞いたポッドキャスト入れてもらっております。ありがとうございます。と、ごこれは、えー、5月15日、ぬぬさんからですね、えー、ハッシュタグポッドオフさんで、今日 えー、聞いたポッドキャスト入れてもらってますね。4月29、5月1日、5月2日、5月4日からいあ、5月4の1、5月4の2、5月5、<laughs> 5月5日まで聞いてもらったと。いうことで、あと、お、1時間前、5月16日、えー、今日聞いたポッドキャストにあやほさんが入れていただいております。ありがとうございます。えー、1時間前って書いてあるな。 えー、いうことで、ハッシュタグ皆さんありがとうございました。えー、ちょっと今回から、ミニマイクアップオブティで話した内容に対するコメントもこっちで紹介してしまっておりますが、えっ、ー、とー、引き続き今回からこんな形になっていこうかと思っておりますので、よろしくお願いします。シーズン3はそんな形になっていきます。えー、ま、で、あと、ハッシュタグポトフさん以外にも、サイトの方から、えー、メールフォームなりで、 いいただけるとと嬉しいかなと思っておりま,すまあ今回のスロージャーナリズムであったりまあスローライフあたりでですね何、えー、かありましたら例えばご自身で意識しているスローなこと何かがありましたらお便りくださいまたその辺は紹介したいと思いますえっ、ー、と Twitter の DM でも構いませんお送りいただければと思いますよろしくお願いします はいということでえー、長くお届けしましたマイカボブティシーズン3ですがいかがでしたでしょうか前回シーズン2からえー、テンションは下げておりますテンションというか声のトーンスピード〜何々下げておりますえー、ちょっとね遅すぎるとかいうのもあるかもしれないですねあの収録長くなっております今2時間録音が2時間を超えたとこですね はい。まあまあ、途中、ちょっと切っていきますが、えー、最終どれぐらいになるのか、ね、感じですけども、えー、何回か言ってますが、えー、このポッドキャストは、 チャプター機能に対応しております。アップルポッドキャストグ Google などでも使えます。えー、おすすめとしてはポケットキャスト、オーバーキャストあたりですが、えー、チャプター機能に対応しておりますので、えー、まあ、この長いポッドキャストのうちで興味がある部分だけ聞いていただいても全然構わないかなと思いますし、後から聞き直すときも聞きやすいかなと思います。で、曲を 問わしたい。あるいは曲だけ聴きたいっていうものも、あの、対応できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、今回のあの、紹介した曲なんかは、チャプターの方にリンクも埋め込んでいますが、えー、サイトの方にも、えー、リンクが置いてあります。紹介した曲の配布元のね、サイトとか、あと関連した記事とかもですね、えー、リンクは貼っておこうと思いますので、えー、サイトの方もご覧いただけたらなと思います。えっ、ー、と、サイトの方もね、えっ、ー、と、開いて、 タイムコードが載ってます。で、それクリックするとそこ飛べるようになっておりますので、えー、よろしければご利用ください。ちょっとそうだ、YouTube にこれを乗っけようかどうか迷ってんだったな。どうしようとしてたんだっけあ、乗っけるんじゃないや。ちょっとうまくいくかわかんないけど、えっ、ー、と、スプリーカーというね、サービス。これ昔からあるサービスなんですけども、これ、ポッドキャストの配信もできるサービスなんですね。有料契約とかして。 で、無料版だと、容量制限があるのよ、全体の。全部で何容量。で、まあ、た、無料で使っていて、新しいエピソードが配信されると、古いやつが容量いっぱいだから消されていく感じになるのね。で、それが自動的に YouTube に、えっと、動画に変換してアップしてくれるんですよ。ただ、その、動画のサムネイルが、なんか付けられるんだけど、サムネイルの、その、まあ、 ポッドキャストのタイトルとか出てくるんだけど、日本語が文字化けするという問題があって、あんまり今までそんな活用してなかったんですけども、えっ、ー、と、シーズン2ではさ、えっ、ー、と、そう、シーズン2の一番最初は、えっ、ー、と、YouTube 用に動画をわざわざ編集して作ってました。で、これが結構時間がかかってさ、今ね、その、マイクアップブティのサイトに行くと、 トップページにね、あの、いろんなプラットフォームへのリンクが貼ってあるんです。で、その中で YouTube も貼ってあるんですけど、YouTube 以外のプラットフォームはどっか、サイトから更新すると自動的に反映されるんだけど、YouTube だけは動画に編集し直さなきゃいけないわけじゃない。これの時間がね、辛くって、途中から、んと変えたんですよ。もう逆に、この収録した音声を、 一番最初 YouTube ライブで、えっ、ー、と、そのリアルタイムでポンと押して流すようにして、<laughs> <laughs> そう。で、リアルタイムで流したやつをそのまま配信みたいな感じにしてたんですけど、若干ね、やっぱね、ネットワークの条件って音が悪かったりするんだよね。うん。なんで、ちょっとそこは、うんと、やめて、今回からスプリーカー経由で配信されたのだけでいいかな、と。 <laughs> どんどん手を抜きつつありますなんかね YouTube あってもいいんだけど手応えあんま感じないんだよねうんで今ちょっとおぼ思い出しちゃったけどマイクアップブーティーのトップページとかにそのプラットフォームへのリンクがねいろいろ貼ってあります、えー、Apple Podcast, Spotify, YouTube Google Podcast, Amazon Music スティッチャーポケットキャストオーバーキャスト Acast そして RSS が貼ってあるんですけど、ブレーカーを前貼ってたんですけど、ブレーカーがツイッターに買収された時に取っちゃったんですね。取ったんですけど、そういえばブレーカー残ったんだよね。あ、サービスとしては。ブレーカー追加した方がいいのかないる <laughs> いるかなもういいかなわ <laughs> かんないんだけど、アンカーのさ、サイトってブレーカー入ってたよね。プラットフォームに。 でもいいのかなどうなのかなそのね、アイコンとかわざわざ作ったんだよな、俺、ロゴから。使ってもいいんだけど、なんかそう、一回やめるって言って、やっぱやるってなったから、なんかね、でもう完全に作ってる人が変わってさ、今だからブレーカーアプリ使うと、まあ、使いやすい部分もあるんだけど、チャプターも機能もちゃんとついてるしさ、 あの、なんか有料、それこそブレーカープラスっていうサービスのサブスクリプション契約しませんかっていうのが出てくるよね。うん。<laughs> けどほら、アンカー見るとさ、トップページにさ、その順番がさ、あ、これ、あれか。アルファベット順なんだ。アップルポッドキャストの次にブレーカーなんだよ。で、キャストボックス、グーグルプレイミュージック。で、グーグルポッドキャスト、オーバーキャストとかあるけど、ちょっと待って、グーグルプレイミュージックももう終わってるよね。サービスが。 サービスだけそうそう。ほら、クリックすると Google Play Music はご利用いただけなくなりました。YouTube Music で引き続きお楽しみください。ねユって YouTube Music はポッドキャスト対応してないから、なんかアンカーこの辺ちょっとあれだな。Google Podcast もありますが、あと、Radio Public。あ、Radio Public もどっかに廃止されたな。もう貼ってあるね。Pod Bean、Stitcher。 ね、はいちょっといろいろ書いてありますがブレーカーどうだろうえっ、ー、とシンゴさんは使ってますよねネオさんネオさんは使ってますよねブレーカーねえっ、ー、とどうしようかなリンクまあいいかあんまりおすすめしにくくなってきたしなそんな事件があったのではいということで、えー、おおりしておりましたマイカポブティーシーズン3エピソード1でしたえっ、ー、と今日が水曜日のはず これから毎週水曜日に配信していきたいと思います、えー。計画としては金曜または土曜に収録し日曜に編集と。で、多分若干編集が間に合わなかったらなんとか水曜日までに間,間に合わせてみたいな感じでお届けしようと思います。えー、実は来週のテーマ、えー、まだ決めておりません。ちょっとこれから考えていきますが。えー、ちょっと以前よりも えー、調べ物をしてから配信しようかと思ってますので、編集の手を抜く努力をしようと思っております。あの、ちょっと前にね、あの、podcasting.jp というサイトの方でですね、楽屋裏シリーズということで、配信者の楽屋裏というか、編集の裏話みたいな話を聞くやってですね、ポッドでのミケランジェロさんに話を聞きまして、 すごくシンプルな構成で、編集は全然しないと、基本あんまりカットもしないみたいなことを言っていて、なんかね、そういえば俺も昔はそうやってやってたなと思って、えっと、それこそ iPod とかですね、で録音して、それを取り込んだやつをオー d a c i t y で、まあ、前後カットするぐらい、まあだけど Pod では前後もカットしてないって言ってたけど、ちょこっとカットするぐらいで、まあコンプレッサーとかかけて、 で、曲を重ねて、配信ってやってたんですけど、どんどんなんか最近はさ、ロジックプロにしちゃって、できることが増えたから、できることが増えただけいろいろやりすぎちゃって時間がかかって、あーってなってるんで、なんかもうなんかもうシンプルにね、いろいろ割り切っていかなきゃいけないね。さあ、週一配信ちょっと公言してみてますが、えー、実はすごく自信がないです。<laughs> あの、毎週何曜日って決めたことって、実は一回もなくて、プライベートでは。仕事の配信ではあったんだけど、あ、それでも、あ、あったかな、あったけど、このね、プライベートのやつで、マイカップオブティブでは初めてなんですけど、これね、多分、毎週何曜日って、無理だなってずっと思ってて、今でも無理だろうと思ってはいるんだけど、けど、なんかやってみたくなった。<laughs> <laughs> なんか知らんけどやってみたくなった。で、やってみようかなと思ってんだけど、ちょっとどっかでくじけるかもしれません。あのー、応援メッセージください。と、あと今日取り上げましたスロージャーナリズムについてご意見いただければ、また取り上げていきたいなと思いますし、まあ、今後取り上げていきたいテーマとしては、ちょっとね、いろいろ考えています。その、最近ハマってるサウナであったり、あとちょっと前に、あのー、マ、ま、ヤさんとですね、えー、サッパさんと、えー、一緒に行った高山。 についてねなんかね、高山となんか縁があるんですよ。ちょっといろいろね。なんでちょっと高山っていう土地を取り上げてみたいなとかね。ちょっといろいろ考えておりますが。えー、まあ、あと、ね、テーマとか。 お便りいただければ、えー、それについて調べて配信していこうというところもありますし、なんかお便りいただければと思います。ということで長くなってしまいましたが、今回、マイカップオブティーシーズン3エピソード1でした。また来週ですね、お届けしたいと思います。ではボトムでした。じゃあね